はい、それではスティークが編み上がりました。こちら正面です。こちらがあの V ネックのところになるところですね。はい、こちら前立てのスティークで、袖のスティークはこのようになっております。肩まで編めたので、今から肩を剥いでいきます。はい、今から肩を剥いでいきますので、生地を裏返しに中表にします。こちらスティークのこの真ん中の2目のところを半分に割って、このように分けます。はい、今から肩を剥いでいくんですが、肩を剥ぐときにはかぎ針を使って剥いでいきます。こちらですね、前身ごろ後ろ身ごろ、これをちょうど半分に分けました。そしてかぎ針で引き抜き編みで肩を剥いでいきます。前と後ろの目を一目ずつ取って、引き抜き編みで肩を剥いでいきます。このようにどんどんかぎ針で引き抜き編みをしていくんですが、こちらの前立てのところのこのマーカーの手前まで剥いでいきます。